皆さんこんにちは、クリーンと申します。こんにちは。うつ主がいろいろ使ってみたいと思ってるらしく、ひっそり登場。いろいろ使いたいお年頃なのね。まあそれはさておき、今日も安価で楽しめるゲームを紹介していきますぞ。今回はこちら、ホットインタイム。Steam やプレステ4、Xbox、去年にはスイッチにも登場しました。Steam では圧倒的好評のレビューで、価格も3000円弱、セールなどで買えばもっと安くなると思います。ダウンロードコンテンツもたくさん出ており、本編をやってみて気になった方は買ってみてください。それでは簡単な紹介をサナエさんにしてもらいましょうか。出番来たわね。ずっとここにいるだけかと思ってたわ。このゲームは 3D アクションゲームで、簡単に言えばマリオデッセイ。開発元はデンマークにあるギアース4ブレックファースト。読み方がおかしかったらご指摘ください。ホームページに行って翻訳すると朝食用の歯車ってなってました。そのまんまだな。操作するのはマリオじゃなくて小さな女の子なんですが、これがまた可愛いこと可愛いこと。それだけでも買ってよかったなと思うぐらいでした。ではここで話してるのもあれなので、実際どんなゲームか見てみましょう。はい、ということでゲーム開始画面。ファンシーなグラフィックで、いろいろ可愛い作りになっています。DLC で2人で遊べることも可能とのことですが、ぼっちの私はシングルオンリー。別に寂しくないんだからね。はい、右側の女の子が主人公です。はい、可愛い、はい、可愛い、はい、可愛い。私はすでにクリア済みです。既存のデータで少し動かしてみますね。あ、それとモッドがかなりあってそれを使用すると、さらに面白さが加速します。難易度が高めなところもありますので、それを軽減するモッドや、見た目をもっと可愛くするようなモードもあります。私もクリア後にいろいろモッドを入れて遊びました。パソコン版のいいところですね。本当に、モッドを作ってくれる人たちには頭が下がります。では実際にゲームで遊んでみましょう。ゴーゴー。やってまいりました。ここが本拠地です。この女の子の宇宙船です。宇宙船とかすげえ金持ちか。物語としては、事故で落としてしまった砂時計のようなアイテムを集めに行く、のですが、宇宙で落としてしまったのでいろいろな惑星に降り立って回収していきます。あ、これカービィモッド。カービィのようにずっと浮いてられます。完全にチートですねー。完全にチートです。そして色を変えたりしてますが、この女の子は帽子のスキルを使って、マップを攻略していくような感じです。これは氷。カービィの石みたいですねー。はい、出ました。これもモッドですが、皆さんもお気づきでしょうが、こんなおじさんが被ってました。いろいろありますねー。本編に関係あるのは、この中の6つぐらいですかねー。いろいろ性能見たところで惑星に降り立ってみましょう。ゴーゴー。望遠鏡を除いて惑星に降り立ちます。手始めに一番最初の惑星に行くことにします。チェックついてるのはクリア済みってことです。ここはマフィアタウンっていう惑星です。マフィアタウンってもう名前が恐ろしいんですが。なあに大丈夫。この女の子の可愛さ見たらめでることしかできねえ技だ。はい、今落ちてきたのが女の子が落としたものです。あれを回収しに行きましょう。ここ可愛い。最初はチュートリアルみたいなマップで、動かし方や戦い方のレクチャーです。ですが、紹介動画なので少しあたりを見渡してから行きますねー。あ、この緑色のやつがこの世界のお金みたいなもので、たくさん取っておきましょうねー。ムムス、女の子がまた一人現れたぞ。とりあえず追っかけていきます。ちなみに私はマウス、キーボード操作にしてやってます。パッドに慣れてる方はパッドの方が扱いやすいかもしれませんね。どうですかこのマフィアタウン。綺麗なところでしょう。名前が損してますねー。赤マントの女の子を追っかけて操作になれようって感じですねー。このごつい人たちがここの住人、マフィアさんたちです。日本語ボイスはありませんが、しっかりと日本語ローカライズされています。
ということで女の子を追ってみましょう。マップあっちこっちにギミックがあって、いろいろ踏んだり、登ったりして駆け巡ります。マップを見て回るだけでも楽しそうですね。マップの至るところに、新しい帽子のアイテムがあったり、装飾品をもらえるコインがあったりします。皆さんも見つけてみてくださいね。ステージごとにミッションありますが、制限時間などもありませんし、いろいろ見て回ってても大丈夫です。私は女の子の動きを20分ぐらいここで見てました。おまわりさーん、こっちです。マッチです。ねえ、かわいいでしょう。かわいい女の子になればこんなロープの上でも歩けちまうんだ。そこに落としたアイテムがありますが、マフィアさんにすでに取られていますので、奪還したいと思います。帽子の他にバッジってのがあって、それをつけると特殊攻撃や、フックショットなど使えて移動が楽になったりするものもあります。これはスクリーンショットを撮るためだけのバッジ。いろいろ移動できて好きな角度にできます。大丈夫だ、もうすでにたくさん取って保管してある。ぐへへ。かわいいから仕方がない。このバッジはビームが出せます。ビーム。かわいい女の子にあればビームだって出せちまうんだ。いや、それはさすがに。このビームバッジはモッドではなく本編に出てきます。ただマウス操作だからなのかわかりませんが、エイムアシスト的なものはないので当てるのがやや困難。普通に殴った方が早いかもしれません。一通りやってみてビームを必須とするところはなかった模様。それはそれで悲しい。私もビーム出したいぞ。美少女限定なんだ、すまない。さて、いろいろ回ったので、マフィアさんからアイテムを奪還しましょうか。ここで傘をかっぱらって傘ビンタしていきます。傘ビンタ。どやー。この悪そうな顔。ゾクゾクしますね。この少女の未来が楽しみです。ケイマフィアさんのお尻をカサギンタしてるー。はい、マフィアさんお疲れ様でした。奪還完了。最後にセンキューっていう当たり煽り方も完璧。アイテムが薄くなっていますが、すでにこのアイテムは取得済みだからです。本来ならこんな感じで輝いてます。これにて初めのステージはクリア。クリアすると次のステージが解放されていきます。砂時計を一定数集めると次の惑星にも行けるようになります。ここが次の惑星。個人的にこの惑星が一番面白かったです。皆さんもぜひ体験してみてくださいね。といかがだったでしょうか。私はお値段以上に楽しめた作品です。何しろこの子が可愛くて可愛くて。お人形遊びもしちゃうお年頃、マフィアさんとフクロウさんがチッチしてますねー。この力強さがこの子の S 度がわかりますねー。ストーリーなどはネタバレになるので控えております。自分の目で確かめてみてください。きっとハマること間違いなしですぞ。この女の子に、それではこの辺で終わりたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。